ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。今日は軽く打ち合わせ的なものがありまして、そちらの方に向かってくる予定です。まあ感染症対策はしっかりとしてまいります、当然ね。はい、で今回は、もうタイトルにね、まあ、ラジオ配信ですのでタイトルサムネにしてやるかと思いますが、スパークにおけるいろんな話を中心に新しい情報とかそういったものが入っております。で、あのジョナス・ブルーとのコラボ楽曲ありますね、 BE:FIRST の Don't Wake Me Up、 もともとはホワイトン・トビーとジョナス・ブルーが作った曲に日本語バージョンで BE:FIRST がそこに出たっていう形で選ばれたっていう形の話です。それとあのスパークに関してのりょうきくんとしゅんとくんの回に関してあまりこう言及できていなかったんですが、そこでもなかなか面白い話もありましたので思い出しつつで話させていただこうと思っております。一応メモったりはしてるので大丈夫だと思います。はい、で、あのまずですね、ジョナス・ブルーとのコラボ制作秘話に関して、昨日ですかね、スパークにおいてソータくんとレオくんの回だったわけですが、そこの中で言及しておりましたね。ジョナス・ブルーに関してはあの、まあ、彼らもね若いし音楽をねたくさん聴いている人たちだから当然知ってはいたというところで、レオくんもそのサブスクに自分のサブスクにずっと入れていた人の一人だったっていう話と、ソータくんは、まあ、ダンスをやっていたというかダンサーとしてがっつりやっていた頃にジョナス・ブルーの楽曲で、まあ、自分も踊ったものもあるし、おそらくはその TikTok とかの踊ってみた的なやつなのかなって思いますが、それもあるし先輩ダンサーとかが踊っていたところもあったりして、まあ、要するにあのよく知っているミュージシャンの一人っていうことではあったわけですよね。で、要するにそこのジョナス・ブルーとコラボっていうのが決まった時にもうなんだかよく分かんなかったって話もしてましたね。で、あのリモートというか、まあ、リモートっていうよりはまずその楽曲があってそれについて歌詞を書いたり、メロディーをそのままっていう感じですが、歌詞を書くっていうことを日本語バージョンでスカイハイ含め DMSG スタッフさきこさんを含めあのみんなで頑張ってやったっていうところの話で、まあ、非常にクリエイティブ的な活動だったなっていうところではありますよね。そもそもあの外国語の曲を日本語に直すっていうところ、それがまず普通にできるっていうのがむちゃくちゃすごいんですよね。昔のあのミュージカル系の映画とかの吹き替え版の日本語の曲っていうのはどうしても変になっちゃうんですけど、そもそも英語と日本語のあの構成が違うので本来は難しいんですが、それがやはり彼らはできるのが何ですかね。でもね、それってね彼らの世代だからなのかなっていう気がしてて、あのヒップホップを私はずっと聞いて自分もラップをやっていたわけですけど、いわゆる昔のそのアメリカのラップっぽい形を日本語でやるっていう時にある程度年がいっているラッパーだと難しかったりするんですよ。ただ最近の20代とかあるいは10代後半とかのラッパーは言語感覚やリズム感覚がおそらくあのヒップホップとかそういったミュージックが物心ついた時からあるからなのか、なんかねリズムとか頭のそういう構成の仕方が違うんだなっていうのがあって、だからあの英語と日本語とかあるいは韓国語、タイ語、あのフランス語、まあ、何でもいいですけど言語感覚でそのまま表せるっていうのがあるみたいで、だから翔太くんがスタンプさんの楽曲ね、あの日本語バージョンで書いたりもしたし、今回あのジョナス・ブルーの楽曲を BE:FIRST が日本語で書きましたが、そこの部分ってやっぱり彼らが若い世代だからなんだなっていうのをあのおっさんは思うわけですよ。そう、あのラッパーとかのやつを聞いてもそう思ったんでね、急に思ったんですけど、でその歌詞の中であのジュノンがあの神がかっていた話というのがあって、あの傷ついても君がいいっていうね、傷ついても君がいいのところのところはジュノンが作詞をしたっていうところを、それをあのみんなに伝えてほしいっていうふうにソータ君に依頼したっていうところねっていう話でした。なんか降りてきたらしいですね、ジュノン君のところにっていう話ですよ。まあだからあのスカイハイも言ってますが、いろんな音楽を聴いているから
そういう風に引き出しがどんどんレベルアップしてるっていうことだと思うんですけど、私たちが彼らのことを知ってるのは、まあラジオとかテレビとかね、 YouTube とか彼らのその、要するにカメラが回っていたりとか、そういう音声撮っている時の彼らしか知らないから、普段の彼らはそれこそ練習もしてるし、音楽もたくさん聴いているし、すごいレベルがガンガン上がっているんだろうなっていう気はするんですよね。だからあのジュノン君のとこ、ジュノン君にその傷ついても君がいいっていう歌詞が降りてきたっていう話も、彼らがあの音楽ファーストでいろんな音楽を聴いてやっていたからってことなんだと思うんですよね。だからそういう感じで非常に彼らのレベルもどんどん上がってるなと、まあ当然ですけどね、私たちが思ってる以上に上がってるんだろうなって気がしますよ。まだジョナス・ブルーといわゆるリモートとかで会ったことというか話したっていうのは BE:FIRST メンバーは現在はまだないらしいですね。メッセージが送られてきてるっていうのを聞いたりはしてますがっていう話で、だからまあスカイハイ社長およびマネージャーさん、スタッフさんなどから聞いていたのかなっていうことですけども、基本的なところはスカイハイとジョナス・ブルーの方でやり取りをしたっていうことらしいですね。はい、いずれだからジョナス・ブルーの方からね、あの BE:FIRST というか、まあジョナス・ブルー BE:FIRST がね、こう対談じゃないけれども話をするっていうところがあればいいなと思うし、まあ、りょうきくん、ね、いるから通訳いなくても話ができるかもしれないし、まあそういう感じのがね、 YouTube とかでもあればいいんじゃないかなって。リモートでね、 Discord とかあの Zoom とかでいけますからね。まあ Zoom はね、あの画質があんまり良くないかもしれないけど、まあそんなこともありますけどね、そういう感じでぜひどこかで絡んでほしいなと思いますし、で、あのソータくん、レオくんの話で、やっぱりフェスとかでやるっていう感じの部分が、いや意識してるというか、あの途中のあのチャラララチャチャのところでみんなで跳ねるみたいな感じのイメージっていうか、私もそのイメージでしたが、やはりそういう風に、もうそういうフェスとかのでかいライブでね、こう盛り上がる系のやつなんだろうなっていうところで、だからあのまあ彼らにしても、このいわゆるまあ録音だけで終わらせずに練習してライブでも披露したいっていう話はしてましたので、あってことはいずれやるんだろうなっていうことですよね。だからぜひそこはお願いできればっていう風に思いますね。うん、頑張ってもらいたいというか、あれ本当にフェスで聞きたいもんね。あとスパーク関連だと、ソータくんがいわゆるそのジコというあの韓国のラッパーがいまして、スカイハイもジコに関してはすごい研究していたことがあって、スカイハイが要するにまだまあ BMST を作る前にあのラッパーとしてのキャリアを積んでいた頃に、日本っていう国はいろいろ制約があって、思う通りのキャリアは自分で作り上げていくことが難しかったっていう話があって、でその時にスカイハイがいわゆる韓国のジコっていうラッパーが、まあ、彼もその歌うし踊るしラップもするしっていうところで、あのスカイハイと非常に似ている人だったという形なんですよね。で韓国では音楽に関して日本よりもいろいろ自由にできるところが多く、だから羨ましかったって話もしてました。でそこの部分にさらに加えて、ソータくんが彼はその K-POP っていうものに興味を持つのは結構遅かったって話もしてまして、どっちかっていうと彼はまあアメリカでね、あの4回チャンピオンを取るぐらいですし、洋楽をね聴いていた部分が多くっていう部分で、その中であの音ハメがしやすい曲っていうのをやっぱり探すわけで、そこからあのジコというね、あの韓国のラッパーが非常にこのジコのね、あの音ハメの仕方とか非常に面白いので、そこの部分で興味を持ったっていう話で、今回のスパークでも紹介しておりましたね。はい、だからあのしかもジコに関してはサマーソニック来ますんでね、あの BE:FIRST 会えればいいなって思ってますよ。うん、私もだから事故はちょっと聞きたいなって思ってるしね、 T×T も来るし、そうなんかね、やっぱ K-POP アーティストの話をちょっとだけしますが、彼らに関してはライブをね見るっていうこと自体が難しいので、だからあの私は BE:FIRST メイン目当てでサマーソニック撮りましたが、あの知らない状態でいて事故や T×T も来るっていうところで、あの意識せずに見れるっていうのは非常にあの貴重だなっていうふうに思ったりはします。まあ、特にね、私は動画で T×T や事故を今追ってるわけじゃないですけど、まあ、やはりそういうところもあって、あのいろいろと見ていきたいなというふうにも思ってますね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、ソータくんの話もありましたが、でもやっぱすごいっすね、こうやっていろいろなことになってて。
でジョナス・ブルートの話に関してもデビューして間もない僕らがなんでこんなことになってるのかわけが分かんないっていう話もしてるし、うん、でもそこの部分をやはりこうできるだけの実力というかね影響力もあるっていうところ でしかも彼らに関してはそこの部分で調子に乗ったりは絶対にしないのでね、うん、私たちも安心して聴けるしどんどん新しい景色を見せてくれるなっていう風に思ってるところですね。はい。で、シュント君とリョウキ君のスパーク先週になりますがそこの中でいわゆる8月31日に出る B1 アルバムの中の話をまだ言えないことがほとんどだけれどっていう話でちょっとだけ言ってた話があってなんかシュント君がの20テイクぐらい撮ったみたいな話をしてましたがなんか早口言葉の曲みたいな感じであれが苦労したって話をしててラップなのかなとか思ったけどでもシュント君ラップもするしねって思ったからなんでしょうねスキャットマンジョンのスキャットみたいなことをやるとかそういうことだったりするのかなとあるいはスカイハイバリのファーストラップをやるのかなっていうね早口言葉って言ってるわけだからそういうことだったりするのかなっていうまあまだまだ今の段階では断片的にしか分かりませんがそういうシュント君ですら苦労するようなそういう早口言葉みたいなやつの楽曲があるっていう話はしてましたのでそこの部分どんなもんになるのか楽しみですね。あとあれですねキンプリさんの一番の楽曲でソータ君たちが踊ったやつが BE:FIRST の TikTok の中では非常にこうバズってるやつになりましてで龍平君のソロのやつも上がりましたけれどもこう彼ら自身も TikTok は結構いっぱい撮ってるみたい でソータ君はもともとダンサー時代から TikTok をたくさんやっててむしろ TikTok でバズったダンサーだったりするっていうかねソーチンがねだからそこの部分もあるので TikTok に関してはソータ君ががっつりとリードしてやっているっていうところだと思うんですけれどもまだまだ新しいものをたくさん撮っていて撮りためていてタイミングで出してくれるみたいな話をしてるのでだからそこの部分も楽しみですね。そう TikTok は私もなかなかチェックができなかったですけど、まあ、BE:FIRST および BMSG の TikTok をチェックするっていう形のそういう習慣はできてきたかなっていう風に思ったりするので TikTok は何回見てもね面白いのでっていうか何回も見るようなもんだと思うのでぜひぜひそれで皆さんで見ていただければっていう風に思ったりはします。はい。というわけで今回はジョナス・ブルーとの楽曲コラボの制作秘話みたいな話だったりとかシュント君が苦労した早口言葉の話やジュノン君が書いた歌詞の話で TikTok がまだまだ残している棚がいっぱいあるよっていう話で今後の BE:FIRST からも目が離せないぜっていう話でした。はい。ジコさんの話もしました。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。果てしない空